みんなの心にフライちゃん燃え、フライちゃん、フライちゃんいつ復活するんだろうな。フライちゃんのレベルを超えちまう。ダメだ、フライちゃんはね、うちのチームでやっぱエースいてほしいんだ。てなわけでね、ゴンジャス、獣の阿部隆と申します。囲碁を知る今日。さあ、今回は、コスはね、フライちゃんに会いたい、その一心でファイナルファンタジー9をやります。そして僕は、あ、そうだ、思い出した。よかったけど。前回のパート、あれですね。クロマの村に行ってね、クロマという生態について学びました。丸。そして、その結果選んだビビクの選択肢とは、一緒に、俺たちと冒険しようぜっていう話。そういうことです。そして、あの、ドワーフたちがいたさ、あそこあるじゃん。だから、あそこまで行って、なんか、もしかしたらあの、クジャがいるかもしんねえから、やっちゃおうぜっていう話でした。以上。わかりやすいあらすじをありがとうございました、三鷹さん。どういたしまして。というわけでね、まあ、今、脳死で戦闘やってんのは僕も適当にボタン押してるだけだからな。ほらー、もう、FF9 のあるある、マジで。雑魚敵戦で時間かかりすぎて、こうやってダメージを受けてしまう。しかも、地味に全体攻撃ってクソみたいなことをしやがって、よー、おめえがよー。え、クイナ、クイナってマジでさ、攻撃のさ、乱数激しいよな。使いづらいってあれしねえぜ。青魔法使いやってみんなそうだな。そして、サンダラがしつこい、ほんと。そして、クイナ意外と魔法防御少ないんだよな。早く時短終わらせてくれ。ナイスです。まあ、というわけでね、ドワーフのとこまで行きたいと思いますんで、よろしくお願いします。FF9 のね、戦闘は、なんか、雑魚敵戦めんどくせえって思う時もあるけど、やっぱ僕はね、好きですね。はい。だから、こうやってじっくりと戦闘を楽しめるんですけど、臨場感はあると思う。そう。臨場感あるからいいなと思います。だよな、みんな。ワイトもそう思います。なんでワイト出てきたんだろう。よし。あそこ、あそこ。あの、今見えますよね。奥にあるドワーフのあの村。うわぁ。まあや、戦闘楽しんでいこうや。前回のパートナー、いろいろと意外と少なくなっちゃったかな。あ、ってか、来た。あれ、僕前回のさ、パートって結局さ、クイナ、青魔法でさ、あ、ホワイトウィンド覚えてるわ。味方全体 HP 回復。あ、どうせホワイトウィンドちょっと使ってみるか。どんくらい回復するんだろうな。あ、そしてクイナがトランスする。オーケー。お前がトランスしてくれるならありがてえぜ。クイナのね、トランスもなんかさ、あれだよね。てかさ、全体的に気づいた。あ、トランスってさ、結構紫が貴重になってます。ジタンもまあ、ジタンはピンクって感じだけど、フライちゃんとさ、ビビ君もさ、結構紫色貴重のさ、装いになるし、ダガーも初めてのトランスもそうだったし、てかスタイナーも確かトランスになった時紫貴重じゃなかった。トランスと紫色ってもしかしたら何か因果関係があるのかもしれなかったり、そうじゃなかったりするかもしれませんが。で、青魔法のね、僕、効果を今、ホワイトウィンドの効果を見忘れてしまったんで、ちょっとホワイトウィンドもう一回使って。どんな技だった？あ、これか。HP はどんぐらい回復する？あー、微妙。だったら、ケアルかな。ダガーのケアルの方がいいな。コスパいいわ。クイナ、回復魔法してるだけトランスけど、ちょっと。確かにクイナのトランスはね、あれらしいんですよね。トランス中は、てか、なんだっけ？食べるが通常だと HP は3分の1減らさなきゃいけないっていうのを聞いてて、3分の1とか4分の1ぐらいらしいんだけど、トランス状態のクイナだったら、相手 HP が半分ぐらいで、あれなんですよ。食えるって話を聞きました。どこで知ったんだっけ？コメントで教えてもらったんだっけな。それがなんかニコ動のコメで、ああ、まあもちろん別の実況してたんであれなんだけど、それで確か学んだ気がする。よし、OK。クイナ、ランス高い時は時短並みの攻撃力出してくれるけど、低い時はビビ君よりも攻撃力低いからな。なかなか難しいな。扱いが難しいけど、まあ癖があるキャラほど使ってて面白いな。お！ジタン、ほら見て。使徒経験値464に対して、ジタンも464。ジャストレベルアップ。くそ、みんなフライちゃん確かレベルさ、あれだったよな。20ぐらいで分かれちゃったからさ、みんなフライちゃんのレベル高くなりやがって、やっぱ、フライちゃんが一番レベル高くなってほしいと思います。よし！よーしよし、着きました。この谷の向こうにその聖地があるんだな。そう、ドワーフの人がそれ通してくれなかった。その道を行けばいいってことだな。ひとまずはその通行止めのとこ行ってみよう。というわけで通行止めのとこ行ってみます。ドワーフの村来たわよーい。ここなんて名前だっけ？だから言いづらかった名前だった気がする。コンデヤパタ。もう絶対5秒後に忘れてる名前だ。だって、発音しづれえもん。聖地に行けるのは、神前の儀を受けたものだけ。なるほどね。
ってことは最終的にその神前の儀を受けてから通るって話なのか。こんなとこでモテモテしてられねえぜっていう話かもしんねえ。確かにこっちを通してもらいたいっすよ。なあ、そこを取りたいんだけどさ。やっぱ神前の儀か。なんだそのなんたらの儀ってのは。ほんほん。で、その、神主。これって神主でいいんだよな。どこにいるんだい？おぉ。つまり、この神主を探せってことが、時間かかりそう。おめえ神主だろ。お、おい、あんた、もしかして神主さんじゃないのか。あっとと、なんか、いかついもんな。いかついっつうか、なんか、こう、おごそか、なんて言うんだかわかんない。もういいや。はい。よろしく。なんでこんなとこうろうろしてんだ？カツミ。へえ、まあいいや。それより俺たちを村の向こうに通してくれよ。だからその神前の儀をさ、どうにかしてほしいっつーの。一体何なんだその神前の儀ってのは。夫婦。夫婦になるの？そっか、じゃあ僕もとうとうフライちゃんと結婚する時が来たか。皆さんすいません。フライちゃんと結婚します。アビタカとフライちゃん。よろしく。末永く幸せになりますね。ジータはもちろんフライちゃんとだよな。選択肢出てくるだろう。ダガーはありえねえ。せめてダガーと結婚するんだったら僕はビビ君と結婚する。お、ダガー聞いてたのか。そういうわけなんだけどさ。どうする、俺たちが結婚しちゃえば先に住めるぞって、そんなことできるわけ。はぁ、ふざけねえ、フライヤちゃんに決まってんだろう。僕もう、ファイナルファンタジー9、なんでフライヤちゃんをあげてけよ、マジで。ふざけんねえや。はぁ、誰得なんですか、アジタかけるダガーって。せめてビビ君かけるフライヤちゃんっていう組み合わせが一番いいじゃん。ブルブルブル。それがクイナ、クイナって結局男なんかわかんないけどね。クイナ男だったらさ、なんか、おでぶちんでかい図体だからこそさ、なんか、どでかチンポ、そう、あるから、フライちゃんに、こう、種付けプレスをしてほしいなっていう、そういうロマンがあったりするんだなっていうよ。気持ち悪い発言を堂々とするアビタカでございます。いや、気持ち悪くねえよな、大丈夫だよな。どういうこと？お、意外となんとかなるよ、神前の儀って。もうやるんだ。まあ、結婚式みたいなもんだよな。一体どうしてこうだったんだっけ。この村の向こうに住むためには儀式を受けなきゃいけなくて、儀式を受けた男女二人で、これ、さっきの回答が、分かってるのか、結婚だぞ、結婚。いや、だからそういう軽々しい理由でだな。ノリノリやな、だが。だが、一体どういうつもりなんだ。いつもだったら、そんなこととか言って怒るのに。そうかな。それはわかんねえけど。それこの先に進むためだろうけどさ。もしかして俺に惚れたか。いやー、ねえだろ。事前ゲーは調子すんねよ。フライちゃんと結婚して、やっぱり黒魔同士の村でちょっとカッコつけて喋ったのが良かったのか。俺ってやっぱ色男。ジータンなんかいいよな。いいよな。ジータン軽いっつうのがわかんないけど、なんか、ね、あれそう。なんかいいよな、ジータンのこういうおちゃらけた感じのキャラクター。僕あんましテイルとかでこういうキャラクターってそこまで見たことないからな。あ、主人公級ではね。だから、FF9 のそういう特色出てますよね。てか FF ってなんか主人公癖ありそうな印象。だがこれで俺たちも晴れて夫婦だ。さあ、熱い口づけ。ダッチューのって言っちゃう僕ちょっと今、だいぶジェネレーションギャップを感じるってあれだった。そういうオチなのね。いいね、なんか、序盤の頃を彷彿とさせるコミカルさが出てきてよかった。はい、ありがとうございます。なんだ、まだやることあんのか。挨拶回りか。さて、それでは新婚の挨拶回りといきますか。釣れないな。お、うん、お前ら俺とダガの新婚旅行に邪魔するか。まあまあ、わかってるよ、なんとかするって。あ、相談、とりあえず、お前らも儀式受ければ。ふぅそれがいい。その間に俺たち挨拶に行ってくるからさ。来るか。あ、アクティブタイムイベント来た。二人の船、え、二人の船出て誰のだこれ。あ、もう、あれか、ビビ君たちの来たー。食いなって、じゃあ何、女の子扱いなん。いや、それとビビ君が女の子扱いなんか。いやけど、食いなが女の子扱いなのかもしんねえ。なんだこのシュールな絵面は。口づけすんの、その長い人。ノリノリじゃねえか、おめえ。ビビ君も
あ、そういう落ちなのね。必ず落ちるな。よ、今度夫婦になったじいちゃんとだからだ。あ、聖地行くぜ。よし、通してもらおう。ホトトギス。さあ、それじゃ旅立つとしますか。まあ、やっぱ、あ、ドロボットおめえか。あ、なんだおめえは。なんだこのドラえもんみたいな頭身の低いやつは。よくわかんないが、とにかく行ってみよう。こいつは確か FF9 のさ、そのメインキャラクターだったはず。この先って人が住んでんのか？二人組なんだ。僕あのキャラってあいつじゃなかったっけ？名前は知らないけどさ、FF9 のメインキャラを張ってるうちの一人、あの、猫耳の、なんか、あいつ。かもしんないし、今日二人組って言ってたから、別なんかな。あ、お、儀式は済ませてきたのか。幸せ。クイナのこの長くて太いね、ベロチューされたらめちゃくちゃなんか、キスだけでめちゃくちゃ興奮しそう。なんかね。あ、喉の奥までゴリゴリやられて、なんか、下じゃねえ、下で口の中を犯されているみたいな、あ、そういうエロいがあったんですよ。エロいつかエロ漫画があったんですよ。あの、うん。あったんですよ。あの、なんだろうな。御曹司の毛持ちだった？御曹司の息子の毛持ちだと、なんか、一会社員の、あの、熊獣人のドデカチンポを持ってる、ドデカチンポとクソ長い舌を持ってる熊獣人の、そういう年齢差的な、あの、エッチなやつがあったりしたんですよ。むっこりさんが帰ったけどね。じゃあ行くか。よし。あー、ステータスはいいっすね。なんか、時短的 HP 余計に高くなってるな。なんでだろう。まあ、20レベルになるとあれかな。近接系キャラはやっぱ強くなるのか。おい、ぶら下がってそこのガキンチョ。あれ？あ、二人組ってモグリか。捕まっちゃうぜ。こいつ喋れねえ。このモグリ喋れねえか、我。お前何族だ？その耳って、その猫耳っぽいのってあれ、カチューシャ？カチューシャ使う月耳？角のない人。よろしく。尻尾が入ってるのは確か珍しいわな。よろしく。俺じたん。美味しくないってよ、食いな。お前食おうとしたんか。モグリ何今の色違いだった？ポケモンのなんかそういう、なんだっけ、8024分の1だっけ？色違いって。あれ、7494分の1だっけ？忘れてた。おー、クイナがいっちゃったけど、よいしょっと。はい。じいちゃん、血筋結構良かったりする？なんか、こうしてみると。気のせいか。足筋がいいのかもしんねえ。大丈夫か、ガキンチョ。なんか、頭身がなんか低くない？気のせい？なんか顔でかみたいな感じ。お、名前ぐらいあんの。お、これ、年齢6歳。角がある人間とは。これ角なの？耳じゃなくて。とりあえず A 子よろしく。6歳か。こいつメインキャラ張ってんだよな。お前6歳にして世界を救うんか。テイルズでも6歳なんて見たことないぞ。ラピードって何歳だったっけ？ラピード10歳ぐらいだっけ確か。あ、そんな、人間年齢すると30歳ぐらいっていうのをコメントで聞いたから、ラピード何？ 7、8歳か。いや今日、かなり年下だよな、そう考えると A 子。RPG の主人公で6歳が世界を救う、そんな世界があってもいいんですか？俺はじいたんだ。で、その A 子さんはなんでまた盗みなんて働いたんだ？これさん付けするのがまたなんかね、レディに対しての、こう、あれだよな、みたいな。今日語彙力低下してるよな、みたいな。はそれまた立派な理由だ。まるでクイナみたいな。あれ、そういうあいつ本当にモグリ追っかけてったんか？これクイナいなかったらどうなってんだろうね。気になるわ。ケモミには興味ねえんだよって。ケモミじゃねえか、角なんか。はいはい、愛する妻のメールとあれば何でも。結婚してます。あ、ちょうどさっき。だがもうないことにされちまったな。お友達まで昇格できたもんね。いいね、なんかコミカルさが戻ってきた。今イントネーションおかしかった。いいよ、なんか初期の頃を放送させるなんかコミカルさが戻ってきてちょっと嬉しいよ。僕 FF ないんだみたいな。ずっとシリアスだったからな。なんか、なあ、
ブルメシアの民が死んだりとかでよ、もう獣化したうつ展開しかなかったからな。やれやれ、それじゃお友達の家まで行くとしますか。よし、で A 子仲間になった。へえ、これが A 子。HP 多分ダーカーがレベル20になったらあれだな。あ、全然そんなことない。なんだ、今でももうあれだわ、 HP 低いわ。魔法系なんかな、キャルラ。おお、魔法系キャラダーカーの被ってんじゃん。羽根付き帽子はちょっと弱いから、もうあれ弱いよな確か。みこし担ぎ棒、あれどうしようかな。バンダナにしよっか、防御力上がんねえけど。ガラスの腕は、まあ、これしかねえから、いや、シルク。そうだな、どうしようかな。キャルラいいね。A 子魔法は他に、あ、キャラはもうとことに覚えてんのね。キャル、キャルラ、オッケーオッケー。あー、これ覚えてねえや、まだ AP、AP で。あ、フェンリル、なんか召喚できない。なんかさ、ダガとかぶって、あ、レイズはやっぱ、レイズデッドってテイルズのね、魔法があるんで、レイズってさ、あ、多分あれだな、レイズデッドで戦闘不能回復だな、みたいな。やっぱテイルズやってて、ちょっとね、RPG のそういう魔法について詳しくなれるよね。うん、けどそうだよな、そう、シルクの服でキャル今、学んでるか。あ、ふ、てか、お前じゃ、あ、ペリドットは使えないんだ。なかなか不思議やな。しかも、光栄だしでよ。どうしよう。困ったな。ちょっと前衛が自体しかいない。このパーティーメンバーの組み合わせ、なんかこういうほとんど魔法使いしかいねえぞ、みたいな。あれ、思い出すよな。テイルズ・オブ・ファンタジアのさ、過去編までさ、そう、過去から現代に戻るまで、まあ、チェスターの仲間になるまでさ、マジでさ、近接キャラがいないからさ、TP 消費が激しいってのあるんすよ。っていうのがあります。テイルズ・オブ・ファンタジア懐かしい。俺、ダオスを初めて倒すまでだっけな。あ、違う、2回目か。まあ、現代戻ってダオスを倒すところまでで、もうあれだったからな。チェスターが仲間になってようやく近接キャラ増えたと思いきや、チェスター、チェスター、結局遠距離魔法つ、あ、遠距離武器キャラだから、またちょっと違って、藤林鈴が仲間になってようやく近接キャラ入るみたいな感じだったな。まあ、そう考えると、ロンドリーヌって本当ありがたかったよな。テイルズ・オブ・ファンタジア、なりきりダンジョンクロスとかのあれなんだけど。お札テント、A テント、3点セット。あ、割安じゃん。テント800円するよな。ありがて、センキュー。よし、セーブしますか。まだちょっと収録できるな。あと10分くらいやっていい気がするな。まあ、テイルズ・オブ・ファンタジアの思い出がありました。今それをね、ちょっと思い出した。あの、主人公級が近接担当して、あと残り3人が魔法使いみたいな。まじ、あ、テイルズ・オブ・ファンタジアのパーティーバランスめちゃくちゃだったよな、ほんと。マジで今思うとめちゃくちゃだった。まあ、代わりだから近接キャラめっちゃ使って楽しかったですか。クレスを使って楽しかったっていう印象がありますけどね。お、勝手に進んだ。あれは？おー、なんか、一気に解像度が変わった。フライちゃんいる？いねえよな。あ、あれがもしかして A 子のあれかな？村かな？クレイラの街を思い出すな。ああいう木のさ、なんだ、こう、木っていうか、頂上みたいな感じのあれね。あれが聖域。お、聖域見つけましたわ。あ、さらに進むと？どう？なんだ？大丈夫かい一膳。ああ、なんとかな。そして勝手に戦闘始まるのだった。なんだって言われて、何と戦うんだ、僕は。初めてエイコ、やるぞ。やるぞ。いけるか、エイコ。おー、ガチブチだ。ガチブチだぞ。なんか、獣で、なんか、ゲイな人はつけそうな見た目の魔物ですね、こいつは。偏見かな。そしたらすまん。よいしょ。ただ、一気に色やろう。ラムー召喚。エイコもやっぱ白魔法使いか。召喚もあるから。やばい、ちょっと、たま、キャルラにしてください。エイクさん、キャルラでお願いします。やべ、ちょ、ピンチです。あいつ弱点はなんだ？あ、てか、スローちょっとぶっ放しとくか。はぁー、ガードされた、こいつ、状態異常なんねえ。やっぱ、ボスキャラって結局状態異常なんねえからさ、だからなんか無駄になっちゃうんだよな。いけ、ラム！あれ、おじいちゃんの描写なくなっちゃった。あれかな、やっぱ一回だけなんかな、なんかそういうの。そう、ガードされたってことは。どうしようかな。リーチセブンで1か8かかけるか。リーチセブン。てか、A 子6歳でこんな物騒なやつと戦う。だいぶ度胸あるぞ。ラム行くぜ。おー、A 子がこんな巨大なおじさんに。あー、お尻からヒップ食らっちゃって、業が深いよ。体格差もあるして。整形こじらせた人が黙っちゃいねえぜ。いや、ミス。ガードされたわけじゃないもん。
よし、ジタンのリーチセブンなんとかなるかな。ダメージ量期待できる。もううんちうんち、ジタンほんとひぎ弱い、マジで。まあ、さばきの引き方よろしくお願いします。他に状態異常できるのはポイズンやってみるか。バイオ、無属性にするの意味わからん。いつか必要になるだろうな。よしよし、どうしようかな。あ、てか盗むやるかもうどうせあれ時短ちょっと盗むやって、余裕ぶっ放していこうぜ。やべえ、エイコ死ぬかもしんねえ。いけるか、エイコ1ぐらい残るだろ HP。 エイコ防御力が神そしてだやばい、これ強い。え、僕まだあれか、レベル足りてねえか。だからビル君がやばい。だからもういろいろと今技が無駄に終わってる。あー、状態異常なんのやつだ、ふざけんなよマジで。フェニックスを盗んだ、うん、プラマイゼロ。いや、ちょだが一旦回復役だ。ちょっとダメだ、ジタンのビビ君で攻撃するしかねえ。ダガーまで攻撃決まっちゃった、それはそういう TP がなくなる。地震来るからその時にフェニックスのタイミング見計らって。 OK、 でジタン戦うか。もう普通に戦った方が早いわで、エイコ蘇らせてくれ、ビビ君頼む。よし、これでエイコに魔法使いたいよな、いけるよな。エイコじゃ初戦闘でもう早速戦闘不能になっちゃうからな。いや、まだいけるだろ。エイコフェリーを召喚してくれ。よし、いけ。いや、ビビ君のジタンが、あーってこいつ強くね毎回 HP300 ぐらい削られるんだけど。よし、てかあれだな、ダガ前ケアルラン覚えてほしいな。エイコよりかダガが、お、フェンリル、おお美しい、やっぱ最高なんだよな。え、フェンリルは、フェンリルが攻撃するんじゃないかーいなんだよこの山みたいなのは。お、結構強いんじゃないこれ、一撃死。お、結構倒したか分かんないけど何か起きた。エイコ今の召喚獣の、あ、フェンリー召喚獣の実績を解除しました。あ、でも召喚獣が使えるなんて驚いた。あ、こういうイベントね。おお、よかったよかった。なんで召喚獣使えるのか、ちょっと、またあれかな、後ほど掘り下げられるかな。エイコ一発でしょ、クリティカルはうんち漏れる。またありかよ、フェニックスの方だ。あー、けどなー、どうしようかな、多分地震来てから、まあ、全体攻撃来てからフェニックスを使った方がいいよな。一旦待機するか。え、キャラルがファーク、ジタン速攻で攻撃だ。 HP は攻撃3回分が散った。よし、フェニックスのや、エイコがやばい。一旦もう一回あれだな、一気に全開して HP。 ちょっとこいつ強い、意外と強いぞ。クソ、せっかく火力系のね、ビビ君もちょっと回復に回っちゃってるから、フェニックスを使ってるのがもったいない。うわー、いや、エイコギリギリって、よかった、多分大丈夫。ジタンはこのまま戦って、はい、よし大丈夫、ケアルガでなんとか耐えられる。よし、ラムー頼む、ラムー、いや、ワムーだそれ。よし、じゃあなんでエイコも白魔法使えるんだろうね。あー、白魔法意外と学べば誰でも使える的なあれなんかな。召喚術使えるのはね、なんか気になるよな。ダガーと同じ系譜かもしんねえ。間違えた、これ、ブリダガーじゃねえや。よいしょ、どうしようかな。フェンリルもう一回使うの、ちょっともったいねえな。ちょっと山を張って全体回復しとくか。オッケー。ブリザラ、ブリザラ。そう、さっきブリザード使っちゃった、間違えて。多分そうだよな。よし、さっさと終わらせる。こいつ意外と強いからな、油断できない。大丈夫だな、耐えきれるやろ。うー、あっけ、トロス、来た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 。もうお前は終わりだよ、このガチブチお化け。ギリギリ人海だから、いや、顔がちょっと好みじゃないか。あんま、あれだな。興奮はできねえな、僕。ちょっとギリ抜けないかもしんないけどな。もっと顔がなんか、こう、より人海チックな感じでさ、マズルがあってとかいろいろしたら、僕は抜けたね、こいつね。ちょっとまだきついかなって感じ。よし、ブリザラ。そう、それですよ、ビビ君。僕たちが求める、顧客が求めてたもの。今日まだ倒しきれねえか。まあ、いけるだろう。白魔法でキャルラかな、どうしようかな。キャルラもう一回打っとくか。うー、あー、意外と暗い。コージェにいるおかげであんま食らわなかった、ラッキー。ブリダラ
さ使おうとして間違えてブレード使っちゃったりとかするんだよな。あ、シフトブレイク覚えてる。敵全体物理ダメージ。あ、敵全体物理。敵だ。ソリュージョンナインかっこよさそう。これちょっと使いたい。ちょ、ジタン、そのソリュージョンナインを見せてくれ。マジで。頼む。よしよし。なるほどね。覚えてる秘技が全部裏技にね、変化するんだなっていう豆知識ですね。エーテル使っとこう。倒しきるな。だから、だからじゃねえや。もう、なんとかない見れなかった。まあ、ビビックやっぱ強えな。やっぱさすがやで。頼りなるな、ビビック。イベント戦なんか経験値ゼロっていうね。うんち漏れそう。あのでっかいの、時々出てくんの？でも、エイゴ、なかなかやるじゃないか。あ、そうそう、召喚獣呼べるのビビるわな。普通は呼べないぜっていうか、エイゴは昔から呼びたんか。やば。エイコたちの種族ってそういうことなんだな。なんかそういう種族なんだ。そっちはイーファの木。また後で行くんだな。なるほど。エイコでエイコあっち。あ、よ。厳しいエイコ。正規ではないんか。あ。そういうこと、まあ、ちょっとした文化の違い的なやつですね。よし、行くか。よし。では、今回のね、実況はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いやー、まだまだフライちゃんレスが続く。もうフライちゃん要素が足りなすぎて、フライちゃん抱き枕ねえかなって思い始めてきた。そんなアビタカでいますが。まあ、いつかフライちゃんが戻ってくることを信じてね。要はビビ君で我慢しようじゃないか。まあ、あと、エイコも仲間になったけど、クイーンはどこ行ったんだろうね。まあ、とりあえずね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価してくれたらすごく嬉しいです。また次回の FF9 実況お楽しみくださいませ。それじゃ、バイバーイ。